東海道ニックネームはトーと申します。トーです。 TOR です。トー、カタカナでトープです。お父さんのトー、意味はお父さんではありません、ね、意味はスズメバチです。でも皆さん心配なく、私は危なくないですがね、よろしくお願いいたします。じゃあこのコースですね、結構面白いツアーです。日本人が結構興味があるところです。アユタヤ遺跡です。行くときですね、車で電車で船で行けますが、一番早いは車です。車で1時間ちょっとくらいかかります。タイで新幹線ありません。だから電車で結構遅いですが、1時間半くらい。一番遅い乗り物は船です。1時間半くらいかかりますが、あそこ到着後80キロくらい離れて北向きですがね、あそこ到着後一番最初はワットプラシーサンヘッドで行きます。ワットはお寺、プラシーサンヘッドはお寺のナファイルですが、昔その寺院はアユタヤ時代の王室の寺院の跡ですがね、大きい仏塔3本並べる寺院です。それでその仏塔ですね、綺麗の時はねゴールドで金箔で、ね、作った仏塔ですね。すごく綺麗でした。でもアユタヤ時代終わった時ですね、終わった時戦争を負けた、ミャンマーの戦争を負けてしまいました。どこにも壊されてしまいました。燃やされたです。火でゴールドも溶かされてボロボロの感じになってます。でも今日は案内するところがほとんど世界遺産です。世界文化遺産、夜の時ライトアップもするんですが、次のところはね、先にワットプラシーサンヘッドに行きます。これは一番面白いですがね、ゾウさん、ゾウのキャンプ乗ったことがある方いらっしゃいますか。ゾウさん、どうでしたか。ゾウさん楽しいですか、怖いですか。大丈夫ですね。だから初めて乗る方心配なくね、全然大丈夫ですがね、ゾウは昔王様の乗り物の跡です。王様専用です。普通な人はね、ゾウさん乗ってはいけないです。お金いっぱい持ってもゾウではなく、ベンツとかロースロイヤルになりますね。だから普通の人、ゾウさんも乗れます。信じることはね、ゾウさんに乗ると幸せガランキーとしてですからね、一等ですね、二人まで、三人来る方お願いです。一旦結婚してください。一人で乗る方誰かね、なんか後からゾウさんに乗って二人ずつ、ね、観光客いっぱい多いとお願いしたいです。他の方と一緒に、ね、乗ってください。もし人少ないなら私スタッフお願いしてみるんですよね。一人で乗ってみたい方いらっしゃるとね、お願いできるかまだわからないですからね。だからゾウについてもう一回案内しますがね、ゾウさんはね結構なんか優しいゾウさんですがね、メスがいっぱい飼ってます。メスは牙ありません。オス牙があります。だから綺麗なことはオスですがね、オスロボロ。ゾウさんはね昔タイの国旗の真ん中、白いゾウいました。だからゾウさんはタイのマークみたいですかね、タイの動物みたい。もう一つのはゾウさんの寿命がすごく長いですよね。130歳か130歳か、なんか120、30歳くらいまで寿命が長い。だからタイでは千年万年はゾウの神、日本を継ぐの神ですよね。ゾウさんはね14歳以上お仕事できます。14歳以下まだまだ子供、子供のゾウさんはすごく可愛いモデルさんになってます。観光客よく子ゾウと一緒に写真撮ります。あれはただではなくお金もかかります。一人で40バーツ子ゾウに払ってください。子ゾウは、ね、すごい可愛いから、もしなんか賢い子ゾウは